せーの、ほやほや株式会社新婚夫婦。はい、ということで、はい、いやー、しょうこちゃん、うん、気づけば、うん、結婚して、うん、何ヶ月ですか？9ヶ月ですか、多分。私たちはどっちとも把握しておりません、あまり。もうすぐ1年なりそうだよね、みたいな。もう出会っては1年経ってるんだ。そのちょうど動画撮ってるやつとかだと1年、うん、ね、うん、やばくない？1年前婚活、そうだよ、1年前婚活してたから、ね、はい、すごいね。いや、そんなね、はい、僕たちほやほや、はい、新婚ほやほやなんですけども、はい、まだ知らないこといっぱいあるんじゃないかなって、はい、ということで、うん、今日はですね、うん、しょうこちゃんに100の質問を持ってきました。私だけって絶対誰も興味ない。いや、何を言ってんの。しょうこちゃんのことみんな知りたい。世界の宝、世界の宝です。世界の宝、少なくとも僕にとっては株の宝、僕の宝物です。うん、僕の宝物のしょうこちゃんを世界に伝えたい、うん、ということで100の質問持ってきたんで、あの今回持ってきた質問は、はい、あえてですよ、うん、結婚する前にしたい100の質問、まあだからちょっと、はい、まあ、そのパートナーのことをもっと知りたいっていう時の用の質問なんで、うん、まあこれを聞いて、あの僕もそうだったんだって思うものがいくつあるかみたいなところも、大丈夫ですか？今から心配になってきた、100、はい、なーねーねー。でこうやっぱりね、この、はい、でね、はい、あのやっぱりね、この企画は、はい、あのテンポがいっちゃん大事なんですよ、はい、だからもう聞かれたらパッて答える。初めてやる、やったことある、100の質問。ないよ、ないよ。やっぱ YouTube よくやってるよね。そうそう、聞かれたらパッて答えるくらい、はい、瞬発力が大事。瞬発力ないかもしれない。分かんなかったら、最近、うん、最近怠けてるから、特になしとかでももういい。 OKOK ということで早速いきます。はい、第一印象は、目がクリクリ。今はどう思ってる？イケメン母ちゃん。第一印象と変わったところは、料理がとっても作れる。付き合う前はどう思ってた？キャラを。相手の好きなところは、怒らない。相手直してほしいところは、頑固。今までで一番楽しかったデートは、公園デート。何やねんそれ、びっくりしたわ。最初のデート、あ、一番最初が最高だった。あ、ディズニーも、うん、ディズニー、ディズニー。これから行ってみたいところは、石川県。金沢、金沢行きたくなっちゃった。今行きたい、今。なるほどね。子供の頃の夢は、お花屋さん。今の夢は、株と売れる。売れようとしてた。え、売れようとしてた。え、できればこのセットでいつも仕事をしたい。あ、私セットじゃないとやりたくないぐらい苦手かもしれない。そんな好き？なんかいるとちょっとお守り。お守り。はい、次いきます。将来何人子供が欲しい？何人でも。一軒家かマンション、どっちがいい？マンション。好きな食べ物は？いちご。苦手な食べ物は？パインナップル。好きなスポーツは？テニス。苦手なスポーツは？バレー。今バレーボール、うん、今一番欲しいものは？子供。リアル。結婚生活に大切なものは？一人の時間も大切。おい、ミシン。趣味は？趣味は YouTube。得意なことは？ポーズ、グラビアポーズ。無人島に一つだけ持っていくとしたら？カブ太郎。カブちゃん。何か隠している秘密はある？ええ、ないと思います。好きな映画は？好きな映画はただ君を愛してる。なんすかそれ。っていう宮崎あおいさんと玉木宏さんのやつ。自分を動物で例えると？ハムスター。相手を動物で例えると？あのディズニーの青い人。え？なんだっけあれ、ジーニーだっけ、なんだっけ、はい、怪獣、怪獣、動物だと怪獣です。生まれ変わるなら女と男どっち？女。生まれ変わるなら何になりたい？乃木坂。おい、高校生？中学生とか高校生みたいな答えだよそれ。若い頃なら乃木坂になりたい、はい、やりたい職業は？何もしない金持ち。これだけは許せないことは？タチション。ちょっとテンポ悪くなってきてる。すごい考えた結果タチションって。海と山どっちが好き？海。春夏秋冬一番好きなのは？秋。新婚旅行はどこに行きたい？どこでも兜だったらいいよ。車か電車の旅行どっちが好き？電車。家事の分担はどうしたい？適当。
1億円もらったらどう使う？投資。さ、いいじゃん。早くして。いいじゃん。進めて、投資で止まっちゃった。いいじゃん。はい、最初に買った CD は？安室ちゃんの。の？どこへでも続く道があるってやつ。なんて曲だっけ？ Don't wanna cry みたいな。あ、Don't wanna cry。 はい、はい、座右の銘はあるかな。頑張りましょう子。今一番楽しみなことは？今月末の大事な撮影。今一番不安なことは？今月末の撮影に向けての体作り。整形するとしたらどこ？ほうれい線。え、ないよ。ボトックス入れたいけど、今不妊治療で入れれません。え、ないよ。入れたことないけど。ないよ、ほうれい線なんて。世界一ほうれい線ない。だってここのなんかこのアゴのやつないわよ。はい、もういいです。うん、誕生日にもらって嬉しかったものは？なんかもらったっけ？おい、なんかあげたっけ？だよね。石垣旅行プレゼントした。ありがとう。石垣島に。それ。結婚記念日はどうやって過ごしたい？いつも通りだけど、ちょっと美味しいご飯とか食べに行ったりとかしちゃったりして。喧嘩した時の仲直り方法は？うん、抱きついてごめんね。昨日もやってきたな、それな。やった。うん、な、昨日もな、それやってきたな。やった。そんなんじゃ許さないよって言ったけどな。はい。クリスマスはどうやって過ごしたい？ケーキ食べて、チキン食べて、イエーイ。頭悪そう。ペットを飼うなら何がいい？ワンちゃん。将来住むならどこがいい？どこへでも。今までに買った一番高いものは？実家の改造費。家のトイレも。なんぼしたん？なんぼしたん？大体200万ぐらい。すごっ。親孝行してますね。はい。好きな芸能人は？乃木坂。浜田翔吾ちゃうんかい。浜田翔吾ちゃうんかい。お父さん。え？お父さん。それ。得意な料理は？豚汁。ほんまか。朝起きて最初にすることは？顔洗う。毎日やっている習慣は？コンタクト入れる。嬉しいことがあったら誰に一番に報告する？カボ太郎。絶対嘘。妹。絶対妹でしょ。お母さん。報告しないもんね、絶対。するするする。絶対しない。今は一番にしてる。ごまかす、そうやって。胸もむな。ストレス発散方法は？株にぶつける。もうぶつけられてます。ありがとうございます。首触る。あ、気持ちいい。はい。好きな漫画は？7。読まないね。うん、ないけど前は、ビーチガールが好きだった。7とかは確か世代だよね。うん。好きな本は？最近は、増本さんっていう方の三元っていうやつ。構成作家の。そう。はいはいはい。水族館と動物園どっちが好き？水族館。行ったことないよね。ない。私水族館デートで行くの好き。え、やば、行ったことないのに好きって。よく行ってた。いや、余計な情報。こだわりがあるものは？ほこりとか髪の毛。あ、そっちね。そっち、ゴミ。うん。ほこりとか髪の毛ってもう、こう、こう落ちてたりとか。そっち、こう、そういうことだよね。ゴミってことだよね。今やりたいことは？プロデュース業。何プロデュースした？商品の。何を？洋服とか、インスタグラムで。でも翔子ちゃん下着プロデュースするじゃないですか。そう、はい、下着をコラボさせてもらうんですけど、はい、服とかも今後やっていけたらなって思ってます。できるようにしたいことは？株の投資。いいじゃん。あれ、はい、こっちに寄せてきた。あとマンション買うことが今したい。だんだん嫌なやつみたいになってきた。急に服のプロデュース、あとマンション買いたい。急になんかセレブ感で出してきたな。セレブじゃない、はい、今までで一番頑張ったことは？ドラマの撮影。何の？死神のバラット。それがその大変だったの？なんか全部が大変だった、はい、なるほど、はい、朝ごはんはお米かパンどっち？本当はパンが食べたい。好きなおにぎりの具は？鮭。死ぬ前にやりたいことは？卵かけご飯絶対食べる。お、好きな数字は？4番。なりたい顔の芸能人は？斉藤飛鳥ちゃん。好きなキャラクターは？マイメロディ。ほんま？大吉さん言えちゃった。コギュミン。コギュミンってこの間まで言ってたのに。はい。今まで何回告白した？ 3、4回。おー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 。あんまりない。今まで何回告白された？30回。うーわー。わかんない。大吉さん言っただけだから。最近一番びっくりしたことは？ない。ないんかい。今までしたバイトは？いっぱいある。海の家とか、旅館とか、ダイソーとか、グッドウィルっていう派遣会社とか。めっちゃ急に会社名出してきた。100万円拾ったらどうする？投資、貯金、お母さんにあげる。好きなタイプは？株太郎。
相手は好きなタイプと合ってる？合ってる。定年退職したら何したい？一軒家建てて畑作る。マンション買ったり一軒家建てたり大変そう。本当に一つだけ願いが叶うとしたら何をお願いする？石油王になりたい。もう意味わからん。頭悪そうだな。乃木坂になったり石油王になったり。幸せを感じる瞬間は？美味しいもの食べてる瞬間。好きな場所は？家。これから一緒に始めたいことは？動画をもっと頑張りたい。思い出の曲は？あなたと思い出の曲なくない？すいません。思い出の曲ってあるもんなの？あるよ。誰とみたいな。そう。へー。私はハロプロのプッチモギ系の時がもう大好き。タンポポと。だからそれ一緒の、いいよ。共有できてるよ、それは。そっか、好きだもんね。うん、そうだよ、はい。自分の悪いところは？わがまま。自分の好きなところは？肌がちょっと白い。最近見た夢は？おならこいてた夢見た。それは正夢ですか？それは夢だった？わかんない。何ボフっつって起きたの？うん、起きではないけど、うん、はい、こいちまったって、うん、人生の最後に食べたいものは？卵かけご飯。一度は食べてみたいものは？なんだろう、ないな。なんかあるでしょう。高級な寿司とかなんかあるでしょうな。一度は食べてみたいものは？幻の魚。幻。なんだ幻の魚って。知らない。シーラカンスか？もう二度と食べたくないものは？豚の角煮。え、どういうこと？脂身が嫌いだから。そんなトラウマ級？あ、食べたくないのあった。魚の目。おお。あの編集者の人に、うん、頭良くなるからって食べさせられたんだけど。うん、美味しいでしょってみんなに言われたけど、うん、めっちゃ美味しいですって言わなきゃいけなくて、うん、美味しいですってなってたけど、うん、全然まずくて死にそうだった。もでも結果頭良くなったじゃん。まあ、なってない。昔に戻れるならいつがいい？16歳。うん、なんで？高校デビューからもう一回やり直したい。やり直してどうすんの？どこ？何がダメだったの？なんとなく。なんとなく。そしたら出会わなくなるよ。そうか、じゃあやだ。じゃあ今でいい。はい、昔の自分に何か伝えれるならなんて伝える？もうちょっと積極的に頑張っていきなさい。そんなに頑張ってこなかった？積極的に告白とかもしなかったし、うん、その売り出し方ももっとなんてわがままになればよかった。なんかあんまりわがままじゃない、そういうところは。仕事で、うん、未来に行けるならいつがいい？行きたくないです、はいはい。ドラえもんの道具で欲しいものは？スモールライト。あえて？なんで、それ使ってどうすんの？ちっちゃくなってこの家すげーでかいって感じる。何も基本出てこんない頭。今考えてみ、何が欲しい？え、どこでもドア。やっぱり頭だ。それ思ったけど、うん、今相手が記憶喪失になったら何をする？介護する。ああ。もう一回全部教える。誰ですか？証拠だよって。誰ですか？全部今まであった動画を見せる。誰ですか？翔子ちゃんっていう結婚相手だよ。嘘でしょ？いるよ、本当だよ。嘘じゃないよ。ちょっと怖い。怖くないよ。怖い。可愛くて大好きで、もうとっても仕方がなく、もう愛おしい女だよ。ちょっと怖い。おじいちゃんになっても手をつないで歩きたい？歩きたい。ディズニーと USJ どっちが好き？ディズニー。どんな結婚式にしたい？あんまりまだ考えてません。どんな家庭にしたい？あたかなお母さんたちみたいな家庭。告白された時の感想は？告白ってされたっけ？好きです。言ったいつ？好きです。そんな言ってないよ。プロポーズの時の感想は？あ、それはびっくりしました。本当に私で合ってるのって。結婚しようと思ったきっかけは？結婚願望が2人ともあったからです。リアルなリアルなやつ。急に10年後どうなってたい？売れてる YouTuber。 そこは切実なんだ。2人であったかい家庭とかじゃなくて、そこは。あ、2人じゃないもんだって。いっぱいいるかもしれないから。ファミリーってこと？せやろ。何？ビッグダディみたいな感じ？それは嫌だけど。大家族で行く？一夫多妻制みたいなのは嫌だけど、うん、大家族りしていくの？家族系 YouTuber みたいな。でもいいと思う。50年後どうなってたい？85歳。うん、腰が曲がってなければいいな。ボケてなければいいな。結婚したらやりたいことは？結婚したからね。今のが100問目でした。へ
はい、ってことでね、100問ってなんかさ、うん、頭回らへんしさ、うん、早く言わなきゃいけないからさ、うん、なんか変なキャラクターになっちゃう。いやいや、な、頑張ってた方だと思うよ、本当に。本当早いと思う、本当に頑張ってた方だと思うし、うん、結構リアルなのもあったけど、うん、うん、ちょいちょい気になるのはあったけどね、うん、何売れてる YouTuber 目指してますみたいな、売れたいっすねみたいな、急になんかギラギラした若手の映画、急になんか今まであんまりそういうタイプじゃなかったから、うん、なんか今売れたい、急にめっちゃギラギラした若手の目つきに、可能性は大じゃんYouTube だと。いやいや、無限大ですよ。頑張っていけば無限大に。それは可能性はそうですけど、なんかたまにこの、うん、ほらなんかマンション買いたいとか一軒家建てたいとか、うん、なんかこう、うん、温かい家庭路線もあればなんか売れたいっすね。本当に若手の芸人みたいだね。ああなんかでもなんかそうなの。いいね、ビッグドリーム掴んでやるみたいな。うん、まあ、ちょっと面白かったです。はい、ってことで ね、今日はね、しょうごちゃん100の質問ということで、はい、好評だったら、まあ、僕バージョンもね、株のやろうよ、はい、やっていきたいと思うので、株のやってほしいですって、ね、はい、コメント待ってます。そうじゃないと株はやってくれないからさ、はい、いやいや、まあ、そこはね、まあ、やっぱりこの動画がどんぐらい反応いいかっていうところで、株の言葉意外としょうこまだ知らないのよ、はい、ああ、なるほどね。私はよくさ、はい、もうペラ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 喋ってるけどさ、はいはい、株はさ、なんか全部いつも言ってくれない。だからこの動画の高評価がもう500とか超えたらやりましょう。そんないかんよ、お前、いかせてよ、それぐらいは。いかんって言うなよ、そんな、そんだけいかんって言うイコールやっぱ需要ないみたいになるじゃん。もう全然ギラギラした、どこ行ったの、んギラギラしたやつ、売れてよみたいな、売れてやる、全然ないじゃん、500もいかねえよ。やっぱりそれが本当の私。全然ふにゃふにゃじゃん。はい、はい、そんな感じで ね、本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。